今朝は最低気温でも 27.4 度と今年最も気温が下がらなかった名古屋市内、この時間までに 34.4 度まで気温が上がっているほか、愛知県岡崎市や三重県熊野市では35度に達し猛暑日になっています。日中の最高気温は名古屋で35度と4日連続の猛暑日が予想されているほか、尾鷲で34度、岐阜戸津で33度と昨日よりやや低くなるものの、湿度が高く蒸し暑くなる見込みです。愛知県と三重県には今日も熱中症警戒アラートが出ていて、気象庁などは昼夜を問わずエアコンを使用したり、こまめな休憩や喉が渇く前に時間を決めて水分を補給したりするなど、熱中症予防を呼びかけています。